AKB がダミーマイク使用、なんだか裏切られた気分です。岡田さんはどう見ますか。え？何日か前ね、大阪でアイドルファンの人と話したんですけど、僕アイドルのことよく分かんなくて、これはアイドル、これはアーティストというふうに聞いたんですね。でその中で気になったのが、その例えば桃色クローバーっているじゃないですか。あれはアイドルかアーティストかって言ってアイドルだと。でアイドルの中でも卒業があるところと卒業がないところがあるじゃんと。桃色クローバーって最初6人で、1人いなくなったらいなくなった1人のことをいつまでも言ってたりして、で桃色クローバーの誰かが卒業して新しい人が入ったりしないと。で AKB みたいなところは卒業して新しい人が入ったりすると、そういうなんだろうな、世代交代ありのところは俺はなんとなくアイドルな気、アイドルというよりはアイドル産業、アイドル事務所な気がすると。だから AKB ってアイドルじゃなくてアイドル事務所じゃねえの、まあまあまあ。でそうじゃなくて、この人たちでなければ成立しないという唯一性を持っているももクロみたいなものはアイドルだけども、 AKB っていうのはなんだろうな、グラビア界とかアイドル界っていうなんか産業とか事務所込みの仕組みみたいなものをみんなで干渉してるんだと思ったのでですね、なので、AKB がダミーマイク使用でもですね、僕は別にショックではありません。AKB のダンスであろうがですね、 Perfume のダンスであろうが、そんなものを息切らせずにやるっていうのはちょっとどっかおかしいんであってですね、おかしいんですよ。僕そのアイドルファンの人と話してる時に桃色クローバーという名前を思い出せなくてこうやったんですよ。こんなやつらいるじゃんって言ったら桃黒ですねって言われて、それそれそれって言った程度のことです。はい。